先輩は俺のことかっこいいと思いますか？お疲れ様、弁護士大先生。お水をどうぞ。今日は来てくれて本当に助かったよ。でないと危うくまた上から怒られるとこだった。ありがとな。ところで、この後って用事とかあったりするか？お前は学生時代から変わらず、何に対しても真面目だな。今日はオープンキャンパスだから、せっかくだし校舎の案内をしてあげたかったんだ。その通り、外部の人間を招いて授業やイベントを体験してもらう日だよ。結構面白いから後悔はしないと思うぞ。どうだ、行ってみないか？そんなに面白いんですか？仕事が予定よりも早く片付いたからね。それであんたが今日ここにいるって思い出したから来てみたってわけ。それでどう？俺の顔が見れて嬉しかった？こちらの方は？そんなに迷ってから答えるなんて、俺は悲しいよ。
へきへき、ここの空気があまりに甘くてちょっとむせただけだよ。まあここで突っ立てても仕方ないし、ひとまず校舎を回ってみますか。ああ、あれらは学校のサークルが用意したものだよ。それ以外にも学生たちが企画したイベントとか舞台もあるんだ。お前も知ってる通り、育才高校はちょっと特別だからな。そういう活動も学校の実力を見せつけるための一環なのさ。やっと気づいた？そう、俺も昔ここの生徒だったんだよ。思い出したぞ。あなたはまさかあのパックスの泉圭さんですか？これは驚いた。お前もなかなかやるな。ああ、そうそう。どうぞこれを。オープンキャンパスの特典です。ちょっとしたプレゼントや学校のロゴが入った記念制服が入ってますので、よければ受け取ってください。本当ならこのまま僕も一緒に校舎を案内するつもりでしたけど、ここは退散した方が良さそうなので、あとはお二人でゆっくりと楽しんできてください。そうだね、変わってるんじゃないかな。あんまり覚えてないや。俺のことはいいから、あんたのことを聞かせてよ。そうだよ、この前の電話では確か北原君はただの友達って言ってたよね。でも彼はあんたのことすごく詳しそうだったけど。戦友？
戦友、友情、ね。ああ、うん、なんでもないよ。え、あんたはもう満足したの？さっきまで学校見学を楽しみにしてたでしょ？へえ、同級生の手伝いを優先して俺とのデートをないがしろにする気なんだ。いいよお姉さん、説明したいことがあるなら聞かせて。お姉さんは何が言いたいの？待っててあげるから話してごらん。もちろん。信じられないならあんたもやってみる？わかったよ。もうやめてあげる。俺は別にそんなこと思ってないよ。なるほど、そういうことね。俺は別に落ち込んでたわけじゃないよ。ただあんたの話を聞いて考えてみたとき、俺はあんまり共感できないなと思っただけ。俺はこの学校にいた時間が短かったからね。16歳の時には海外に行っちゃったし。だから俺の高校時代の記憶はそのほとんどが海外のものなんだ。大学はフローレンスに行きたかったから、早めに向こうでの生活とか文化に慣れておこうと思ってさ。まあ確かに多かったけど、当時は参加してる余裕なんてなかったからな。国内でもしばらく高校には通ってたけど、海外の高校はそれを認めてくれなくてさ、最初からやり直す羽目になっちゃったんだよね。だからクラスメートたちに遅れを取らないよう
俺は全ての時間を勉強に費やさないといけなくって、それで最終的に全単位を2年で習得することになったんだ。あ、そうそう、イベント関連といえば、当時は絵のサークルに参加してたんだけど、今どうなってるかな。あの頃の俺はサークルが借りた教室が気に入ってて、よく遅くまでそこにこもってたんだ。それこそ戸締まりの先生が俺を追い払いに来るまで、ほぼ毎日そこで絵を描いてたよ。確かここから近いとこにあったと思うけど、一緒に行ってみる？ここで過ごしてた日々はもうとっくに忘れてると思ってたけど、戻ってみるとやっぱり懐かしいね。あの頃はよくこの席に座って、書き疲れたらそこの窓に寄りかかって休んでたんだ。それなら俺が体験させてあげよっか。そうだよ、北原さんからもらったあの制服、実は当時の俺たちの制服と似ててさ。だからあと少しで高校時代の俺がここに登場するよ。先輩、ずっと困ってたことがあるんですけど、教えてくれませんか？先輩は俺のことかっこいいと思いますか？それじゃ、俺よりもかっこいい男子に会ったことは？なら最後の質問です。先輩は俺と出会うより前に、他に好きだった男子はいましたか？その通り、俺は嫉妬してます。あと、先輩が原稿のことばかり気にして、俺を一人ぼっちにしようとしたことも、まだ根に持ってますね。
けどもし先輩が俺のちょっとした頼みを聞いてくれるって言うなら水に流してあげてもいいですよ。先輩のキスをください。泉圭君？長野先生、まさかお会いできるとは奇遇ですね。ああ、ちょっと荷物を取りに来ただけのつもりが、これは驚いた。紹介するよ、こちらは長野先生。俺がいたサークルで顧問をしてくれていた先生だよ。それから長野先生、こちらは俺の彼女です。ええ、こんにちは。お二人はオープンキャンパスに参加しに？はい、それでつい懐かしくなってお気に入りだったこの場所を見に来たんです。ここには素敵な思い出がたくさん詰まってますからね。素敵な思い出か。先生はもう覚えてないかもしれませんが、俺はなかなか帰らなかったので、先生がいつも俺に声をかけてくれてたんですよ。もちろん覚えているよ。他の生徒はすぐに飽きてしまっていたけれど、君だけは何時間経とうとも集中を切らすことなく、日が暮れても電気をつけずに書いていたな。そうだ、泉くんの作品が学校の展示室に飾られているけど、見に行ってみるかい？練習で描いていた絵ばかりですから、作品というほどでは。そんなに謙遜しなくてもいいよ。君が描いたものならたとえ修作であっても優秀だからね。それでどうかな、お嬢さん、行ってみたいかい？ここに飾られているのは全て生徒たちの作品で、泉くんの絵はあちらに。そうだよ、全部あの頃に俺が描いた絵だ。どうかしたの？うん、そうだよ。絵の主役は俺じゃない。
これは俺の目に映った、もしくは俺の思う理想的な高校生活ってやつかな。はあ、泉くん、あれからもう随分と経っているけど、私はずっと君に謝りたかった。長野先生、それはどういう。私はあの頃、教師としての役割をきちんと果たせていなかった。私はいい先生ではなかったんだ。いきなり何をおっしゃるんですか。長野先生はあの頃ずっと俺の面倒を見てくださったじゃないですか。絵画に関する心得も、筆で気持ちを伝えることも教えてくださいました。俺はアートクラスの生徒ではなく、ただ興味でサークルに入って絵を描いていただけです。それなのに先生はずっと俺を気にかけてくれてました。だから先生にはすごく感謝しています。先生がいなかったら、俺はひたすら現実にあるものを模写し続け、リアリティだけを追求していました。俺の絵に対する理解がそこで止まっていたら、ここにある作品だって描けていません。そんなのは当然のことだよ。君が気にすることではない。私は教師として、もっと生徒の学業以外にも目を向けるべきだった。当時から気づいていたよ。君が学校生活を楽しめていないことはね。しかし、私は傍観者になることを選び、手を差し伸べることをしなかった。先生、どうかご自分を責めないでください。先生はもうベストを尽くしてくださいました。その後、国外での暮らしはどうだった。なかなか良かったですよ。国外だから俺を知ってる人もいなくて、かなり気楽でした。なので当時のことはもう気にしないでください。しかもほら、俺はちゃんとここにいるじゃないですか。泉くんは今もまだ絵を描いているのかい。はい、書いていますよ。それにこれからも書き続けていきたいって思ってます。そういえば俺と彼女が出会ったのも絵がきっかけなんですよ。それならよかった。すまなかったね、私の話に付き合わせてしまって。いえ、とんでもないです。先生に今日会えただけでも、ここに来た甲斐がありました。そうか。なら私はここで失礼するから、あとは二人でゆっくり見ておいで。
はあ、時々思うんだけど、あんたにはそこまで賢くなってほしくないな。育才高校がどんな学校なのかはあんたもよくわかってるでしょ。それでもしあんたがここの生徒で泉家の次男坊である俺が入学したってわかったらどうする？だよね。俺のクラスメートたちもあんたと同じ考えだった。何せ俺たちのような人間は生まれてからすぐに一族や会社などと関連づけられてしまうからな。勉強以外にも他の家や会社の後継者たちと関係を築くっていう大事な仕事をこなさないといけないんだ。俺が見た限りだけど、少なくともこの学校ではみんな勉強よりもそっちの方が関心ありそうだったね。だから俺の周りにもたくさん親切すぎる友達が集まってきたよ。あんたはパックスの後継者争いって話聞いたことある？そう。あの記事はパックスによりすぐに削除されたけど、いつだって人は信じたいものを信じるからね。たとえそれが偽りの情報だったとしても。だから俺の親切なクラスメートたちの中にもそれを信じ込む人がたくさんいてさ、結果彼らの俺に対する態度が一段と親切になって、まるで俺を神様か何かと勘違いしているようだった。もちろん付き合ってられないし、当時も適当にあしらってたけど、あいつら俺の名前を使って同級生に嫌がらせをしてたんだ。その事実に激怒して俺はすぐにあいつらと距離を置き、なるべく一人でいるようになった。勉強以外の全ての時間を絵に費やしたり、放課後はいつも一人であの教室にいたりね。長野先生と親しくなったのはだいたいその頃くらいかな。あの記事は学校内だけでなくパックス内部にも広がっていたんだ。当時兄さんはパックスを引き継いだばかりで、経営の基盤は何かと不安定だった。だから記事はまさに火に油を注ぐようなもので、兄さんの立場を一層悪くさせた上に、あの父さんですら追及を受ける事態になった。大人たちが表で好き放題やれば、子供たちはその裏で彼らのスタイルを学んでしまう。俺がその場にいたとしても、泉家を敵視している人間は日常のように兄さんを蔑んだ。毎日毎日俺に聞こえてきた会話は全部そんなひどい言葉だけだった。父さんや兄さんに苦労をかけるわけにもいかないし、かといって俺にやれることも限られてる。だからそんな俺が思いついた方法がここを去ることだったってわけ。俺さえいなくなればそんな根も葉もない噂は消えるだろうって、そう思ってね。それで俺は16歳の時、
一人でステラシを出て留学に行ったんだ。その後のことはもうお姉さんも知ってる通りだよ。実は今日久しぶりにここへ戻ってきた時、俺の気持ちは複雑だったんだ。だから俺が元気ないっていうのもあながち間違ってなかったよ。俺は焼き餅を焼いてたし、あんたと北原さんの純粋な友情が羨ましかった。多少はね。実際俺のそばにあったのは絵だけだったわけだし、俺の作品が同じ学生たちよりも多かったのは単に俺がたくさん描いてたからじゃないかって時々そう思うんだよね。お願い、俺のこと絶対一人にしないでね。でも俺そんなの欲しくないよ。俺はお姉さんのキスが欲しいかな。そうなの？どのくらい心配してくれてたの？ちょっと待って、お姉さん行かないでよ。お姉さん、逃げないでよ。俺に何が欲しいって聞いてくれたのはお姉さんでしょ。それにさっきの俺の答えは真剣だよ。俺はこの世で一番慰めやすい彼氏だからね。だからあんたの。機嫌直してくれた。正直当時は全然辛くなかったし、家のおかげで何不自由なく暮らしてたから、そんな不満を言う資格なんてないと思ってた。けど
さっきあんたに抱かれて慰められた時、なぜか急に悲しくなっちゃってさ。多分俺は辛くなかったわけじゃなくて、ただその当時にわがままを言える相手がいなかっただけなんだと思う。父さんも兄さんもパックスのことで手一杯だったから、余計な悩み事を増やしたくなかったし、とはいえ彼ら以外に俺が心を許せる相手もいなかった。だけど今は違う。あんたの前でなら俺は嫉妬もするし、わがままだって言う。自分の気持ちを抑えたりなんてしない。やっぱり俺って子供っぽいのかな。もうすぐショーの時間だし、それを見てからでもいいんじゃない？そう、オープンキャンパスの期間中、一日の終わりに各サークルがちょっとしたショーを見せてくれるんだってさ。場所もすぐ近くの校門らしいよ。俺からはそこそこ見えてるよ。どう？これなら見えるでしょ？大丈夫、俺は力持ちだからさ。ショーの間どころか一日中このままだって平気だよ。ごめん、なんだか腕が疲れてきちゃってさ。当たり前でしょ。頑張ってるのは俺なのに、そのそばで他の男を褒めるなんてさ。そんなのずるいって。お姉さん、
お姉さん。いや、それだけじゃ足りないね。俺を慰めたいなら、今後は今のお手本にするようにね。こんばんは。って、こんな時間なのにまだ口座の原稿整理？いや、大した用はないよ。ただ明日、口座の後、用事あるかなって。ないなら、俺のお願いを一つだけいい？今日、俺は俺の高校時代を洗いざらい話してあげたけどさ、明日はあんたの番だからね。話すことない？嘘だ。今日はすっごい懐かしんでたくせに、絶対充実してたでしょ。具体的に？何でもいいよ。いつも何時に起きてたとか、いつ出てたとか、嫌いな授業や好きだった先生とか。あんたのことだったら、どんな些細なことでも、俺は知りたいんだ。できるなら、あんたの卒業写真も見てみたいかな。特別な理由はないよ。ただ高校時代のあんたを知っておきたいだけ。可愛くない？そんなことないよ。あんたの制服姿なら可愛いに決まってる。お？その写真だけだとちょっと物足りないかな。そうだ、制服ってまだ取ってある？もしあるなら着てみてくれない？え、ダメ？お姉さん、一回だけだからいいでしょ？気になって仕方ないからさ、お願い。オッケー、よかった。もう約束したから破らないでよ。じゃあもう遅いし、早く休もう。明日は育才高校まで送るから。おやすみ。